岸のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日はですね、ベータブランチアップデートが来ております。アンステーブルバージョン 1.4.9.1 ということで、7つの新しいキャブがですね増えました。新パーツ嬉しいですね。早速どんなブロックなのか見ていきましょう。はい、というわけで実験棟にやってまいりました。追加されたキャブブロック、新しいパーツですね、7つ追加されたようです。キャブブロックっていうとね、何それって感じかもしれないですけど、コントロールユニットのことですね。今回のブロックは全て AI ユニットではなくコントロールユニットですね。早速一つずつ見ていきましょう。はい、まずこちら GSO 操縦ブロックコスモノートワイルドということでですね、以前からあった、はい、この1個のねコスモノート、これがですね2つつながったような状態の見た目ですね。コスモノートのいいところはね、接地面がね多いんで機体に組み込みやすかったんですよね。でこれ、単純にね横に増やしただけなのって思うかもしんないんですけど、このようにねコスモノート1個をこうやってね置くと、下からね車輪がニョキって出てきて、これにコントロール移すとね動かせたんですけれども、今回のこのコスモノートワイドの場合は車輪が出てきません。でね、1個の時こうやってビームが打てるのはこのワイドでも、まあこんな感じでできると。音も一緒ですね。ちょっとねこのコスモノートワイドを使って今回ちょっと機体を組んでみました。ゲーム部屋。はい、それがこちらでございます。大型ベルタ砲をですねメイン武装とした機体がちょっと作りたいなと思って作りました。こんな感じでね、大型のね機体を組んだ時にとても映えるようになりましたね。ベルタ砲がね大きいからね、コックピットがある程度大きい方がやっぱり似合いますよね。後方支援が得意な GSO の大きい車両をねちょっと作ってみたくなって、まあ面白いシルエットのね車両ができたと思います。あまり大きいコントロールユニットがなかったんで、このパーツが出てくれたの非常に嬉しいですね。これ使って GSO の戦艦とかも作ってみたいですね。はい、続きましてこちらベンチャー社のキャブブロック2つ。今回ねジオコープのねキャブ出てないんですよ。ちょっと前にこのボスと大王が出たばっかりなんでっていうことなのかなーってちょっと個人的には思いました。こちら左の方クルッツワイドみたいですね。でさっきちょっと説明し忘れちゃったんだけど、はい、こんな感じでねもうすでに日本語訳されてますね。これ地味に嬉しいですね。いつもねちょっと時間経たないとね日本語になんないんですけど、今回もういきなり日本語が入力されています。なんかこのブロック極秘に開発されたみたいですよ。ルインズ教授の許可なしで建造された。いや知らんがな、ルインズ教授って誰やみたいな、ちょっとわかんないんですけど、クルーズを横に足した感じですね。これもさっきの GSO のコスモノートと一緒で、1個で置いた時にこのように車輪が出てね、でコントロールを移すと、はい、このようにね一応攻撃できるんですけど、こちらのクルッツワイドは、はい、一応キャノンは撃てるんだけどタイヤで移動はできないと。そして次ですね、こちら名前がフランカーっていうらしいです。この形はね待ってた人多いんじゃないでしょうか。この飛行機作るときにねとてもはかどりそうな形ですよね。これのね3マス版とかね4マス版もね広いやつ欲しいよね。結構デカめのやつ。ちなみにこのブロックはタイヤが生えたりとかビーム砲発射することはできません。さあこの2つの新ブロックを使ってマシン作ってみました。この2つを使うとどんな感じになるのか。はい、まずは横2マスのクルッツワイドのブロックを使ってちょっとねなんて言うんだろう、モンスタートラックというかジープというか、まあこんな感じでね車両を作ってみました。何が嬉しいってさ、このコントロールブロックを運転席として見せる場合はこの中心がね偶数か奇数か、それをね考えなきゃいけなかったんだけど、1マス2マス両方ともねこれによっていけることになりました。まあそれは GSO も同じなんだけど、これが地味に嬉しいですよね。いやーこのねタイタントラックタイヤ、タイヤが大きいからさ、このね車体がさ3マスだとちょっとね小さすぎるし、かといって5マスだと広すぎたりとかね、なんか微妙だなと思ってたんだけど、今回この中心をね偶数マスにできることによってディテールがねものすごいいいトラックがこれによって作れるようになりましたね。まあ、すごい雰囲気変わるよね。幅が広がりますよね。いい感じ。さあ続きましてこちらフランカーを使った機体はですね、トランスフォームということで、まあオーソドックスに飛行機を作った方が分かりやすい、イメージがつきやすいんじゃないかなということで、はい、こんな感じで作ってみました。
いや、やっぱ飛行機似合うね。なんで今までこれじゃなかったんだっていうぐらい似合ってますね。今まではね、このクルーズをさ、ちょっとね、コックピットとして使うのは、結構難しかったんですよね。なんかちょっとこう、ダサい感じになっちゃうよな。こう、上にギョって出ててさ。飛行機作るときは、結構ね、このホークアイのね、このコントロールユニットを使う人がね、多かったんじゃないかなと思います。まあこれかっこいいもんね、普通に。でもこれでもね、ちょっと上にね、こう出てるというか、やっぱ一体感はないですよね。はい、このフランカー、いいよね。これが一番嬉しいかもしんない、今回のアップデートで。まあちなみにちゃんと飛べるんですけれども、下向きクラスターミサイルのちゃんと攻撃も出てます。はい、カラー変えてもね、いい感じですね。いやー、本当にいいブロック、これ。いや、ベンチャー車はね、2種ということで嬉しいですね。さあ、続きましてこちら、ホークアイ車でございます。ホークアイ車もね、いろんなデザインがあってね、いいですよね。はい、操縦ブロック、ハンター、ヘリオス、爆撃コマンド、操縦ブロック、AI モジュール、カウンター。デザインのね、バラエティに飛んでてね、ホークアイ車やっぱかっこいいっすよね。で、今回、またこいつですよ。個性的なさ。いいですね、ブルーザー。このね、ブルーザーもね、はい、察しの通りですね、下からタイヤが出てくることはありません。その代わりといってはなんですが、はい、ちょっと外してみますね。あ、今見えたかな。機体についてない状態のブロックだと、中心の部分が引っ込んでるんですよ。これが、はい、こんな感じでね、ニョキって出てくると。はい、こういうの地味にいいよね。何回でも見たくなっちゃうよね、こうやって。なんかちょっとこう、タコっぽいというか、雲っぽいというか、まあいろいろ使えそうですね。このブロックを使ったらどんな感じで機体が作れるのかっていうのをね、ちょっと紹介していきましょう。はい、というわけで作ってみました。今出てくるときよかったね。この機体はね、将軍といって、動画にね、何回もね、登場してるね、機体なんですけど、この頭がついてたんだよね。でもこれをちょっと取って、新ブロック入れたらどうなるかなと思って、これはこれでありなような気がしますね。なんかこっちの方がかっこいいかもな。でね、これもね、結構ね、かなりね、1年以上前に作った機体なんで、ちょっと新しいね、ロボ系が作りたいということでね、作ってみました。トランスフォーム!はい、二足歩行ロボット。やっぱりね、こうマッシブなね、感じにしたかったんですよね、ちょっと。まあ、パパーっとね、作ってみました。こんな感じですね。いやー、こいつ二足歩行で歩いてくれたらいいんだけどな。なんかこういうポケモンいたよね。なんだっけ、ザルーグだっけ。ザルーグはあれか。遊戯王か。盗賊の頭か。ゴルーグだっけ。作った後に思いましたね。あ、なんかポケモンでこんなんいたな、みたいな。ちょっとカラー変えてみましょうか。ああ、ゴーレムみたいだね。ああ、悪くないよ。ああ、はいはいはい。すごい、機動性が3倍ぐらいアップしそうな見た目してますけどね。はい、ホークアイもね、なかなかいいですね。さあ次、ベターフューチャー社。こちらもですね、2つ追加されております。今までね、ベターフューチャー社の操縦ブロック及び AI ブロックは、このようにね、横2マス、縦2マスだったんですよね。結構ね、大きかったんですよ。小型のね、機体作るときにあんまりこう、合わなかったというか、ちょっと作りづらかったですよね。まあ、作りづらいっていうとちょっと語弊があるな。やっぱこう、ワンパターンな見た目になっちゃってたんだけど、これによってスリムなね、機体ができるんじゃないかなと思います。こちら小さい方のキャブブロックが E フロー。こちらのね、長い方、E フラックスっていうらしいです。ちなみにベターフューチャー社のこの2つの新ブロック、ホークアイ社と同じで、これ単体での移動とかね、攻撃はできませんね。前からあるね、操縦ブロックはこんな感じでね、ホバーリングがね、出てね、こんな感じでね、移動できてね、しかも攻撃もできたんですけど、これデコイとしてすごいね、優秀というかね、面白いですよね。で、ちなみにこっちの AI 機もね、同じような感じで、はい。かわいいよね。まあできたらね、このブロックもね、こんな感じになってほしかったけどね。まあ作るの大変だよな、そうなると。新ブロックを使って、ベターフューチャー社の機体を作ってみました。それが、はい、こちら。なので、ちょっとタイファイターみたいなの作ろうかなと思って作りました。ベターフューチャー社でタイファイター作ったらどうなるかということですね。あ、ちなみにタイファイターってスターウォーズに出てくる、敵のね、宇宙戦闘機のことなんですけど、まあ普段ね、あんまり使わないパーツを使いたいなと思って、で、このね、シャーシをね、大量に使ってみました。
ちなみにちゃんと浮くことができます。はい、ホバーバッグを使ってますね。で、このようにレーザーですね。タイファイターよりだいぶ装備がね、豪華なんですけど、ブースターもついてますし。はい、続きましてこちら E フラックスの方ですね。これはね、もうね、飛行機作るしかないだろうって思いましたね。このね、シャープなね、飛行機がね、作りたいんですよね、これで。というわけで、作ってみました。それがこちら。あれ、なんかちょっと色が、ちょっと微妙やな。はい、こんな感じでね、ちょっとなんかサメみたいなね、飛行機を作ってみました。いやー、やっぱね、シャープな見た目になりますね。もうちょっとね、シャープにしたかったんだけど、まあちょっと試しにね、取り急ぎ作ってみました。はい、一応ね、こういうこともできますよ、このように。ギューンということでね。いや、今までのね、あのキャブだとね、ちょっとずんぐりむっくりしちゃったから、これもすごい嬉しいですよね。今回はですね、飛行機作るのに、だいぶいいキャブがね、取り揃ってる感じですね。いや、機体製作の幅が広がってめちゃめちゃ嬉しい。何すげえ攻撃されてるんだけど、あーやめてー、なんだお前、どっから湧いて出たんだ。くそー、追撃された。くそ、やめろお前、今レビューしてんだから。ちょやめろ、ちょいもう、はいはい、ステイ。はい、飛んだ邪魔が入りましたね。こいつはもうしまっとこう、物騒なんで。さあ、そして最後のブロック、こちらですね、 RR 社のルックアウトというブロックですね。こちらもね、ベターフューチャー社と同じで、今までこのようにね、4マスだったブロックをちょっとね、シュッとさせましたっていうね、感じですね。で、この操縦ブロックもね、ギミックがあって、はい、こんな感じでですね、このキャノピー部分がこう閉じるんですよね。それをですね、こちらもね、はい、引き継いでます。この瞬間同じなのかな。うん、そのまま小型化したような感じですかね。こんな感じでね、小さい RR 車のね、雑魚敵のようなものもね、作れるようになりました。もしね、キャンペーンでさ、RR 車のライセンスが取れた時に、こんな感じのね、可愛い敵がランダムで出てきたらね、ちょっと嬉しいよね。まあちょっとそういう妄想をしながらね、作ってみました。まあ雑魚敵っていう割にね、タロンレーザー積んでるんでね、結構豪華なんですけど。はい、こんな感じで。この機体で、レーザーかいくぐるミッションちょっとやってみたいですね。いやー、いい新キャブが増えました。今回はですね、このニューブロックを使って、まあ、こんな感じでね、新しいブロックで機体を作ったら、まあ、どうなるかということで、いろいろ試しに作ってみました。皆さんはこの新ブロックでどんな機体を作りますか？かなり創作の幅がね、広がったと思いますので、これで、いろいろ作っていきましょう。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたねー。